どうも、クーニーです。本日はですね、社会人の強豪チームセガサミーさんの練習取材をしたいと思います。スペシャルゲストが来ております。こちらです。はい、どうもゴリラクリニックのメンバーでーす。3番バッター東くんと4番バッターの佐々木くんと僕がオペレーションだ。今回はなんとお二人がノックとバッティングも入ると。今日は何やらのセガサミーの選手とのロンティー対決も控えているんですけども、レガシー使えないんですけど頑張ります。頑張ります、やることしっかりやってね、夢がまさ夢になるようにみんな頑張っていきましょう。よろしくお願いします。東京都の軟式野球チーム500人区が来ました。あ、まずおはようございますから。おはようございます。東京都の軟式野球500人区が来ました、東です。今日はクニさんと一緒に社会人野球だったり菅澄さんのいい動画を撮れるように頑張っていきます。よろしくお願いします。お願いします。同じくゴリラクリニックベースボールから来ました佐々木です。ポジションは外野手です。元気よく頑張ります。お願いします。お願いします。ゴリラクリニックの矢内翔太です。以前四国アイランドリーグということで西田さんと対戦をさせていただいてました。今日は元気よく頑張るのでよろしくお願いします。お願いします。セガサミー野球部は2005年に創部された都市対抗を目指す公式の企業チームです。2018年は都市対抗ベスト4に輝いた強豪チーム。そんなセガサミー野球部の監督西田さんは元クーニンズ矢内の独立リーグ時代敵チームの監督でした。当時香川オリーブガイナーズの監督だった西田さん、あの球結構速くていい加減なピッチャーだけどまあまあな、投げれるよな今日楽しみそうかも。加藤さん、セガサミーはどういうチームですか？ディフェンスをしっかり固めてね、失点率を下げて、その中で、得点を上げていくっていう、現時点ではまずまずバランスのいいチームになってきたっていう。プロ注目選手で中川選手、中川と横山っていうピッチャーが今、150前後で150です、中川はね、本当にあの大型ショートでですね、非常に、守りの方もしっかりしてますんでね、はい、まあ楽しみにしてください。はい、わ、ね、かりました。今日は存分に楽しませてもらいます。さあ、そしてなんと今回ですね、なんとセガサミーさんがユニフォームを用意してくれました。実はクーニン、セガサミーさんは大好きなんです。その理由はとにかく都市対抗での応援団が一番好きなんです。まずはこちらの映像をご覧ください。こちらはクーニンが都市対抗のセガサミー戦取材に行った際の映像です。得点が入ったシーンに流れるこの曲、入るたびに帝国歌劇団を聴くのがもう気持ちよくてしょうがなかったですね。そうです。あれけど選手たちも聴くのは最高ですね。やっぱ好きなんですね。聴けたらなんかよっしゃーみたいになるし、いや僕もそうです特定し間違いなく帝国歌劇団です。僕も間違いないですね、はい、そしてセガサミー野球部はとにかくフィジカル集団でした。すごいな、みんな逆立ちしてるな。逆立ちは、体幹の強化と、あとそれに加えて、肩周りの筋力の強化の意味を込めてやってます。ちょっと本番に弱いね。カメラに弱い。すごい。ここまでお願いします。ここまでお願いします。おいおいおい、最後考えますね。すごい、すごいですね。ゴリラの皆さんは逆立ちできるんですか？逆立ちどころか、とんでもないできます。
マジ？すげえね。これがゴリラパワーか。じゃあお願いします。いや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 。しゃ。球やなぁ。へへへ、球おるなぁ。いや、全然重いっす。重たい。あと腕振りやすそうだけどね。今は重い。軟式のが投げやすいっす。こうしてじゃ違和感が。怪我しないように。にはないレベルの配送しますね。そもそもやっぱ公式の方が打球上がりますから。あーうまい。ナイスキャッチ。え？見失った時の練習かな。東京ドームとかで見失った時の練習ですか。見失った時とか、ボールを早く見つける、早く見つける練習、はい、ボールまで早く行く、まあ、その他にもメニューはいろいろある。あ、そうなんですね。見ます。いいですか。あ、中回転してますね。三半規管を崩してからの平衡感が動かしい中追っかけるというシュールネームがボールってブレますよね。そのブレをブレた中でも早く見つけてボール。ちょっとグロッキーになってますね。回り方下手くそやな。皆さん、都市対抗は東京ドームでやるんですけども、プロ野球の試合と違って半照明だったりするんですよ。照明がプロ野球 の, 球あの試合よりも少ないんで暗かったりするんでね、結構ね見失うんですよ、外野手が。多分そういうのも想定してると思うんですよね。これ何気難しいのは、はい、ノッカーっす。そうなんですか。ノッカーがいいところに打たないと。めちゃくちゃうまいな、ノック。アジア大学の沖田の先輩がものすごくイノックを連発しております。すごいな。前って普通
通にでんぐり返り、はい、普段ちょっと体いじってないと前回り難しいかもね。そうですね。あ、ちょっと怪しい、ちょっと怪しい、ちょっと怪しい。はやー。佐々木誠監督、はい、あ、まあコーチ、当時コーチ、はい、まあ、こういうのを取り入れてくれてて、そうだったんですね。僕らが選手の時によくやってたんで。回ること自体は後ろの方が簡単そうですけど、揺れるのが後ろだそうです。うまいな、ノック。全部あの辺いってる。しかもフライで。はい、さあ、佐々木くん、後ろ回りいけるか。怪しい。後ろ前怪しい。あ、ごめん。人生で交代したことないんでしょうね。こうやって、あえて遅いとこっちも合わせる。難しいですよね。セガサミに入りましたかね。ん？セガサミに入りましたかね。タイミング良ければ。まあだけど本当にチャンスあるよね。本当ですか。うん、ただ徳島でいろんなことを覚えたよなお前な。そうっす。ピッチャーとしては。でいい監督だった石井隆もね。そうっす。牧野みんなピッチャー出身だから。ということで潜入取材第1弾は終了です。近日ゴリラクリニックベースボール VS セガサミー野球部のロンティー対決、
公開いたしますのでお楽しみに。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。